はい、皆さんこんにちは、吉野マスターです。YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン。ミニストップさんで購入いたしましたカルピーの、じゃがりこ。アスパラベーコン味じゃがりこファン人気ナンバーワンとありますね。アスパラベーコン美味しそう。誰がアスパラにベーコンを巻いちゃったんでしょうか、最初。これ期間限定でございますね。なんかダジャレが書いてありますね。アスパラガス期。アスパラガスが好きね。まだまだだな。金額の方はですね、ミスプさんで148円でございますね。パッと見、まあなんとも言えない。まあ、いただきます。よくぞ再現しました。ここまでアスパラをって感じですね。これどうやってんでしょうね、このね。単純にアスパラをこう、なんとかこの、なんていうんでしょうかね。練り込んだということですね。一回ドライにして、粉砕して、パウダー状にして、やはり練り込んだとかですね。ちょっとわかりません。やり方はわかりませんが。あのね、すごいですよ。再現力。やっぱカルビーさんすごいね。これね。声をお聞かせください。書いてあります。実際これがですね、商品開発にですね、なんか役立つということでしょうかね。受け入れ体制ありと、ね、言うたし、感じで。食べ出したら、キリンがない。ね。これどっかで使いましょう。どっかで使いましょう。あの、固めが特徴ですね。あの、じゃがりこは。だから食べてる感がすごいありますね。はい。ということで、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、ミスアップさんで購入いたしました、カルビーじゃがりこアスパラベーコンでございました。ありがとうございました。